皆さんこんにちは。今日はこのようなエプロンを作ります。木綿生地 1m50、 6センチ幅木綿のレース、8センチ ×2、 3センチ幅の共布バイアステープ、40センチ ×2 を用意します。手持ちのエプロンを中心から半分に折ります。それを型紙に取ります。型紙が取れたら胸当ての見返しを作ります。これは5センチ幅にしてください。ポケットの型紙も作ります。15センチ ×18 センチの大きさにします。ポケットは2枚作ります。製図の全体図です。エプロンの縫い代は脇と裾が2センチ、その他は1センチです。ポケットと見返しの図です。エプロンの型紙は丈81、裾幅38です。紐は長さ74、幅は9です。両端を三つ折りにします。首掛け紐は四つ折りで縫います。型紙を中心を輪にした布の上に乗せて、脇と裾の縫い代は2センチ、その他は1センチで裁断します。三つ折りにして両脇を縫います。裾を縫います。ミシンをかけるときは必ず最初と終わりは返し縫いをします。見返しの縫い代はすべて1センチです。ポケットは上だけ4センチ、あとはすべて1センチです。見返しは5ミリ幅の三つ折りです。三つ折りができたら、底をミシンで縫っていきます。ここにアイロンをかけます。胸当ての部分に中表で合わせて、1センチ内側を合わせてしつけます。ここの飛び出た部分をハサミで切り取ります。こちらの飛び出た部分もハサミで切り取ります。脇のカーブの部分に3センチ幅で共布で作ったバイアステープを乗せます。この三角の部分を90度になるように切ります。バイアステープをぐるーりとつけていきます。最後のところは1センチ余分に残し、ハサミで切ります。反対側も同じようにします。次にポケットを作っていきます。ポケットの口は4センチの縫い代がありますが、1センチ内側に折って幅3センチにしてアイロンをかけます。その他の縫い代1センチはそれぞれに折ってアイロンをかけます。ポケットをエプロンにつけるときにはこのようにして縫っていきます。次に紐です。9センチ幅で長さ74センチに切った紐2本と、
それよりも17センチ短くした首掛け紐があります。この首掛け紐から縫っていきます。これは四つ折りにしてアイロンをかけます。ここにミシンをかけます。次にポケットの口を縫います。次にポケットの口にレースをつけます。レースの裏側とポケットの裏側を合わせて縫います。このレースはつけてもつけなくてもお好みです。縫ったレースを裏返して表にします。こんな風につきます。ミシンで5ミリくらいのところを縫って縫い付けます。片方のレースのところも5ミリくらいのところで縫います。紐の三つ折りにしたところにミシンをかけます。両方かけたら片方の端を三角に仕上げます。裏にして半分に折ります。端から1センチのところにミシンをかけます。このように縫い代を開きます。そしてひっくり返して三角になった角を針や目打ちなどで形を整えます。このように待ち針で固定してミシンで縫います。もう一本の紐も同じようにして作ります。できました。次は首掛け紐を縫います。紐などの小物が出来上がったので、これからミシンをかけていきます。縫い代は1センチです。首掛け紐を挟んでいきます。首掛け紐の長さは私の場合は57センチにしましたが、身長が高いのでこの長さにしましたが、その方の身長によっても首掛け紐の長さはご自分に合わせて作ってください。引き続き縫い代1センチのところを最後まで縫ってください。
胸当て部分の角の始末をしていきます。バイアステープをつけたカーブのところに切り込みを入れます。カーブのところはひっくり返すと逆になって生地が足りなくなり突っ張りますよね。だから切り込みを入れることによって突っ張りをなくすことができるのです。太い針で角の始末をきれいにします。縫った周りも表に返しきれいに整えます。バイアスをつけたところは2つ折りにして整えます。最後のところはこのように折り返してきれいに整えます。1センチのステッチをかけていきます。この時バイアステープを深く折ると1センチのステッチがかからなくなります。ステッチは1センチでなくても 0.8 くらいでもいいでしょう。このように一周かけていきます。今度は下準備をした紐をこのようにきれいに折ってつけていきます。エプロンの裏と紐の裏を合わせて縫っていきます。ここをミシンで縫います。紐を折り返してこのようにします。そしてここを縫っていきます。最後にポケットをつけます。つける位置に決まりはありません。自分の一番いいところにつけてください。縫い方は先ほどポケットを仕立てた時に指で示したように、縫い始めは逆三角形のような形にして縫っていくとポケット口が破れにくいと思います。ポケット口の裏に当て布をしてもいいと思います。きれいに出来上がりましたね。首掛け紐に D カンをつける方法もあります。 D カンは100円ショップにも売っています。短い紐を作って半分に折ってその中に D カンを入れます。これを左側の紐付け位置につけミシンで固定します。紐は残った布地を使ってください。今回2枚作りました。紐を縫い付けてしまったもの、 D カンをつけて紐の長さを調節できるものです。今日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。